インタビューに対して解放された時の気持ちはどうでしたかと質問され、次のように答えました。あたかも日本政府が何か動いて解放されたかのように思う人がおそらくいるんじゃないかと、それだけは避けたかったので、ああいう形の解放のされ方というのは望まない解放のされ方だったと、こういった発言もされてるんですけども、ようやく言い出しますと、安田さんは日本政府に救出されるぐらいであれば、そのまま捕まっていた方がマシだったと主張されております。安田さん自ら助けてください。これが最後のチャンスです。安田純平と日本語で書いてですね、写真を公開していたはずなんですけども、何を言ってるんでしょうか。安田さんまだ解放直後ということで、精神状態が安定していなく、意味不明なこういった発言をしている可能性もございますが、安田さんのこれまでの言動を見ておりますと、この発言、本来の安田さんそのものであり、日本政府の健康診断の結果でも、